皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。7月25日、ミセス、グリーンアップルが日本コカ・コーラ社のキャンペーン、コーク・スタジオへの参加を見送ることを自身のオフィシャルサイトで発表しました。イギリス BBC なども報じた新曲、コロンブスの類人縁ミュージックビデオ騒動を受けての対応と思われます。画像、炎上し非公開となったコロンブスのミュージックビデオ。 その一方で、同日にバンドは問題となったコロンブスのライブ動画を公開しました。4日間でおよそ15万人を動員したスタジアムツアーミセス、グリーンアップル前人未踏とベルトラウム、命名編でのパフォーマンスで、ファンにとっては嬉しいサプライズとなったようです。けれども、この決断には少なからず違和感が残ります。なぜなら、 間違っていたのは白人が類人猿を強化するという設定のメガボルトであり、曲自体に問題はないと認識しているように感じるからです。コロンブスというワードで表現するには、否定的な教訓を含まざるを得ない。もしそういう気持ちで今回の動画公開に至ったのであれば、かなりナイーブであると言わざるを得ません。そもそも、コロンブスというタイトルをつけて、 ポジティブなメッセージを発したり、明るいポップなサウンドを展開する行為自体、今の時代においては相当に無知であるか、そうでなければ挑発的になってしまうと理解していなければならないのです。2020年、黒人男性のジョージ・フロイド氏の死をきっかけに、全米でコロンブス像の破壊が相次ぎました。先住民に対する非道な扱いや、 植民地下の過程で起きた残虐な悲劇が改めて白日のもとにさらされたのです。もちろん、そうした悲惨な歴史とアメリカ合衆国の繁栄は表裏一体の関係であり、すべてをなかったことにして歴史を修正するわけにはいきません。一つ確かなことは、これからコロンブスというワードで何らかを表現する際には、否定的な教訓を含まざるを得ないのです。つまり、 音曲ミュージックビデオの類人縁がまずかったかどうかを議論する以前の問題なのですね。JZ ら黒人ミュージシャンらは以前から楽曲でコロンブスにノー。実際、2020年以前から JZ やワイクリフ・ジョンといった黒人ミュージシャンたちが楽曲の中でコロンブスによる白人の歴史に対してノーを表明しています。JZ の「オーシャンズ」には、 コロンブスが航海で使った船の名前を挙げて、俺はサンタマリア号のアンチ認めるクリストファーはウォレスだけ、と歌っている。ちなみにクリストファー・ウォレスとは、教弾に倒れたラッパー、ノトーリアス・ビッグの本名、白人のクリストファーのコロンブスと対比させているのですね。ワイクリフ・ジョンは、If I was プレジデントの別バージョンでストレートにこう訴えています。 子どもたちに真実を教えるんだクリストファー・コロンブスがアメリカを発見したわけじゃない。「トイ・ストーリー」楽曲の作者はもっと強烈な皮肉も。もっと強烈な皮肉を込めたのが映画「トイ・ストーリー」シリーズの音楽で知られるソングライターランディ・ニューマンです。16世紀に隆盛を極めたヨーロッパをおちょくった「The Great Nations of ヨーロッパ」でコロンブスをこう書いています。 インドに向けて後悔したコロンブスは代わりにサンサルバドルを発見した。握手したと思った矢先現地のインディアンはみんな死んだ。ヨーロッパにはチフス水虫ジフテリアインフルエンザなんでもござれ。失礼、ヨーロッパ様のお通りだ。この歌詞を、いかにもヨーロッパ風の荘厳なオーケストレーションと共に歌うユーモアがシビアな批評になっている。 まさにアメリカの繁栄と表裏一体のむごたらしい裏話が表現されているのです。コロンブスは日本でしか通用しないどうこした無邪気さ。では、これらを踏まえてミセス・グリーンアップルの言うコロンブスとはどんなものだと考えたらいいのでしょうか。こうした戦いきさつやコロンブスに否定的な他者の作品を知っていて、 それでも明るく前向きなメッセージのシンボルとして使いたいという確固たる考えが果たしてあったのでしょうか。地底の果てで聞こえるコロンブスの紅葉。ほら、また船は進むんだ。6月13日、ミュージックビデオの公開を停止した際、バンドのフロントマン、大森元樹はこうコメントしていました。決して差別的な内容にしたい、悲惨な歴史を肯定するものにしたいという意図はありませんでしたが、 上記のキーワード、筆者中、年代別の歴史上の人物、類人園、ホームパーティー、楽しげなメガボルト、という初期の構想だったと大森は言っている。ガイトと異なる形で線でつながった時に何を連想させるのか、あらゆる可能性を想定して別軸の案まで至らなかった我々の配慮不足が何よりの原因です。ミセス・グリーンアップル公式サイトより引用。 多くの人はこれを真摯な謝罪と受け止め、大盛りの誠実さが現れていると好意的に受け止めました。しかし、厳しいことを言えば配慮不足との事務的な言葉を使っている時点で彼らは問題の本質をつかみ損ねていると言わざるを得ません。メガボルトだけではない、曲としてのコロンブスも日本でしか通用しないどうこした無邪気さを表しているのです。 文石黒高之石黒高之音楽批評のほかスポーツエンタメ政治について執筆身長ユリりカ等に音楽評論を聞こうナンバー等でスポーツ取材の経験もありいつかストリートピアノで音美さん春日八郎を弾きたい Twitter「ト高幸 y u c h 4どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。